ただいまより第9回アストルティアクイーンコンテストに参加する麗しき美女たちを紹介します。全大会で好成績を収め、見事出場権を獲得した4名に加え、ファルパパ神による特別推薦枠2名と総勢48人の予選を勝ち抜いた上位2名、合わせて8名の美女による戦いです。まずは全大会の覇者が堂々の登場だ。波動を突き進むバルディスタの魔王が初出場でまさかの栄冠をつかみ取った。またしても我々は氷の美少の虜にされてしまうのか。死を運ぶ氷の魔女、ヴァレリア。つくづく甘い連中だな。一度明け渡した玉座を取り戻せると本気で思っているのか。やる前から結果は見えているが、まあいい、余興に付き合ってやろう。この私が女王であることに異を唱える者はいるか。ならば前に出よ。手ずから葬ってやろう。いい気になるな、氷の魔女。私が玉座から引きずり下ろしてやる。おっと、いつか見た光景が再び。全大会の雪辱なるか。一人の聖騎士から受け継いだ博愛の心が悪を懲らしめる原動力。いつかあの人のようなパラディンに。その思いを胸に今日も今日とて悪を打つ。でもちょっぴりお金も欲しい。くらえ、正義のグランドネビュラ、オーグンのパラディン。我が名は黄金のパラディン。今度こそクイーンの座を手にしてみせる。アンジョー見立ってやと、見てるがいい。我らパラディンの示す博愛の精神がバレンタインの未来を守り抜くところ。記憶喪失の少女が背負わされていた運命はあまりにも過酷だった。それでも彼女は一枚でも多くのスケッチを描き続ける。自らが愛した世界を深く心に刻みつけるかのように。魔界にも熱い思想を持つ聖女は今度こそクイーンの座を射止めることができるのか。魔性の巫女、イルーシャ。私がクイーンの座につくことで幸せになれる人がいるのなら、私頑張ってみたい。ねえ、少しだけ私に力を貸して。あなたとならどこまでも行ける気がするわ。続いてはこの方。どんなそしりを受けようと己の愛を貫くことにためらいはない。折れることを知らない鋼の意志で今度こそ栄冠をつかみ取れ。歴史から消された名優、カミル。これは奇跡でしょうか。私にもう一度機会が与えられるとは。見ていてください、アルバン。全身全霊を落として戦う勇士を。必ずや栄冠をつかみ取り、これまで私を応援してくれた全ての人々の思いに報いると誓いましょう。続いてファルパパ神による特別推薦枠2名。まずは魔界からお越しのこちらのお方。ツンと澄まして横顔を振り向かせたい。その時点で彼女の術中にハマってる。超名門わがままお嬢様、リンベリー。どの参加者もなかなかの美形揃いね。みんなベラストル家の使用人として雇ってあげてもいいくらいよ。だけど賢明な紳士淑女の皆様はこの中で誰がクイーンにふさわしいかとっくにお見通しよね。いいかしら、私以外に投票したら全員火炙りにするわよ。次の推薦枠はこのお方。趣味はくっちゃね、暇つぶしのために今日も東奔西走する放浪の剣士。無気力ですが何か、クマリス。ファビエルのやつからクイーンになって名を上げれば
何かと生きていくのが楽になると聞いてきたのだが、勝てる気がしない。だが伏して頼もう。こんな無気力な私を憎からず思うなら、どうか皆の票を恵んでくれ。さあ、ここからは激しい予選を勝ち抜いた猛者たちをご紹介しましょう。こんな女性が指導者だったら誰もが喜んでひざまずくだろう。荒萩色の青き導き手、セラフィたくさんの人の応援があったからまたまたコンテストに出られたよ。一等賞を目指して頑張るからね。それじゃあいつもの行くよ。とびっきりのホイミ。疲れが取れたみたいね。それじゃあ今年のバレンタインもみんなで盛り上がろう。おー、最後に紹介するのはもちろんあの人だ。クイーンの座に返り咲くべく歴戦の勇士が予選から這い上がってきた。厳しい修行で得たのは強さだけじゃない。見よ、内面からにじみ出る美しさを。純潔のバトルプリンセス、勇者姫アーラシア。皆さんの応援のおかげで再びクイーンの座を手にするチャンスを得ました。修行を経て生まれ変わった私をしかと目に焼き付けてください。勇者の名に恥じぬ戦いをご覧に入れます。以上、8名の美女たちがクイーンの座をかけてコンテストを争います。栄光の座に輝くのは果たして誰なのか。それを決めるのはあなたなのです。どうですか、今回もえりすぐりの美女が揃いました。お気に入りの美女は見つかりましたか。クイーンにふさわしいと思う美女が決まったら、あなたの持つ票を投じてあげてください。なお、投票につきましては集計係モカのところで行っていただくことになっています。票を投じましたらお話がありますので、私のところにお立ち寄りください。外にいますのでよろしくお願いしますね。ただいまより第9回アステルティアクイーンコンテストの結果発表を行います。このショコラフォンテヌ城のクイーンの座は一体誰の手に。その結果がついに明らかになるのです。皆様、ステージにご注目ください。